4-1ウェブアプリケーション開発の環境設定について解説します本講座では ZAMP を利用して Apache、PHP、MySQL が利用できる環境を設定します今回は Apache と PHP を利用しますがこの講座では MySQL は使用しませんが解説は行います 本講座では、ウェブサーバーに Apache を使用し、それに PHP をモジュールとして組み込みます PH。PHP のプログラムにより、動的コンテンツを生成します。本講座では、データベースは使用しませんが PH、PHP プログラムからアクセスするように設定することができます。次に、 アパッチについて解説しますアパッチはウェブサーバーです主に性的コンテンツを配置しますこのアパッチの中に PHP をモジュールとして組み込むことができます次に PHP について解説します PHP はウェブサーバーに モジュールとして組み込んで利用します PHP はスクリプト言語を実行するアプリケーション部品になります次に MySQL について解説します MySQL とはオープンソースで公開されている関係データベース管理システム RDBMS の一つになりますオープンソース系としては 世界的には最も多く使用されています。